新体制運動とは、1940年、日本のこのエフミマロ首相が中心となり、同年の第二次、この内閣による外交政策で、日独遺三国同盟が締結され、アドルフ・ヒトラーの率いるナチス・ドイツやベニート・ムッソリーに、率いるイタリア・ファシストとを模して内政面で国民組織を結成しようとした政治運動である。明治維新に始まる。 近代資本主義の下での帝国主義路線を批判し、明治以来の学校制度の廃止、政党の解体、労働組合の大道団結を通して、私有財産制の廃止と帝国主義列強との競争を目指した。新体制運動が進められた背景には、私有財産制廃止を要求する社会主義運動の広まりと、世界的な全体主義の台頭が挙げられる。当時、 欧州の一部の国々、とりわけ、ソビエト連邦、イタリア王国、ナチスドイツで一党独裁による挙国一致体制が進められていた。世界恐慌から通ずる情勢不安において、これらの国々が経済成長をしているかのように見受けられたことから、私有財産を廃止した全体主義こそが今後の世界の指針になり得ると考えられた。また、 日本に先行して全体主義体制の確立を試みていた満州国の満州国共和会も新体制運動に影響を与えていた。新体制運動を主導したこの F ミマロが雑誌日本及び日本人で英米本位の平和主義を廃すと題する論文を発表するなどして私有財産性を否定するマルクス主義に触れた大正期から昭和初期にかけては これらの思想は、学者、研究者、ジャーナリストや文学者などが主導したが、間もなく、農村出身の苦学の若年層たちを通して、彼らの実家である農村の貧困層や無教養層にも広まった。1933年の日本、共産党幹部らによる天候宣言後は、軍部や警察にも大きな影響を与えた。 1937年に首相に就任したこの絵は、これを世界的潮流と認識し、やがて世界は、ソ連、ドイツ、イタリア、アメリカ、イギリス、日本の4大勢力により分割支配されるだろうと予想した。そのため日本では、自流に取り残されることを恐れ、また新体制に諸問題の解決を期待する運動が高まり、 バスに乗り遅れるなというスローガンが広く使用されるようになった。このことが日独意三国同盟への道を急速に開き、1940年9月27日、ドイツ首都ベルリンにおいて条約が正式に調印された。この思想が広まった国々では、共産主義とファシズムが台頭し、三国同盟締結後の翌1941年の日米開戦。 連合国体数字区国による第二次世界大戦の拡大への伏線となった。伊藤隆この衛新体制、体制翼三回への道219ページ、1983年、尾崎秀美著作集385ページ、満州国と共和会中央公論昭は15年12月号、東山茂木、今井誠一、藤原明、昭和史、審判岩波書店。 岩波新書3551959年180から181ページ。ありがとうございます。